佐々木朗希さん、明らかに異常。やばいでしょ。まあマリンやとピッチャー有利すぎるやろ。マリンにはなんかあるんか？異常なのは2022年の防御率 0.76 で12試合5勝2敗のロッテ打線。ナゴトよりは正常やろ。ナゴトは相手ピッチャーも能力上がるし、昨日の甲子園でも十分すごかったぞ。セミいなくてよかったわ。マリンだとバケモンだが昨日の甲子園見るとまだメジャーじゃバッピだな。1安打でバッピは草。フォークボール使いなんやからそらそうなるやろ。ロッテはローキキで勝てなかったから3連敗普通にありえそうやね。思ったほどイニング食えてないな。コントロール悪いからメジャーじゃ使えないわ。6回で加藤とか甘いは宮城に弟子入りしろ。実はシーズンで宮城に勝てたこと一度もない割にはローキの方が格上扱いされてるのはちょっとおかしいわな。完全試合の日も宮城は良いピッチングしてたしな。ビジター弱いのは移動するからちゃうか？競争場みたいなもんやろ。ロッテ自体おかしいよな。ビジター負けばっかやのにホームはね。宮城は今中以来高卒左腕のプロ4年目で通算30勝到達だから、あれはあれでバケモン。大谷って3年目には投手のタイトル取ってたよな。日本時代はスペって言われてたけどよくよく考えたらとんでもない体力や。マリン風はフォークを魔球にするからな。ハイライトにないけど、暴投しまくってたな。森下に支給してから気になってたよな。昨日の高橋宏斗もそうだけど、フォーク系武器の投手って変化球見切られると一気に球数増えるよな。どうせ6回あたりで降りるから最近の出来が良けりゃ勝てるって言ってたらその通りになったわ。阪神勝ったけど大山のヒット1本だけやねん。ご視聴ありがとうございました。